アゼ鏡カガミ本館 A 版、林ラザンの抜群コカ寺本、またはコカツ版とは、文禄より慶安頃までの間に、日本で刊行された、活ツ印刷本の総称である。なお、近世後期に刊行された、活字本については、もっかつあざボなどと称して、コカ寺本とは区別する。また、宣教師によってもたらされた西洋式の印刷術、器具による、活字本、 いわゆるキリシタン版についても、通常は古活字本特別して考える。内容は多岐にわたるが、活字印刷そのものが早くに廃れたため、現在では、寄港本とされる書物が少なくない。通説では、1590年代の文録の役の際に、日本軍が朝鮮から略奪した同伴活字によって、慶長直半本が刊行されたのがその講師とされる。 以後、国内で金文字を含む木製活字が製造されるようになり、和漢にわたる広い分野の書物が刊行された。初期には、御用税天皇による、慶長直販、徳川家康による伏見版、駿河版、あるいは洋蜂寺版、本国寺版など、寺院の手によるものなど、権威や財力を背景とした特殊的な出版が多かったが、後には、 サガ本のように町人の手になる号としての出版も行われるようになった。慶安頃までは比較的広い範囲で活字印刷が行われたが、再販の際に活字を組み直す手間が出版費を高騰させるなど発展しつつあった出版産業の中で次第にその地位を失い、通常の正版本に座を譲っていった。ありがとうございます。